はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、ポケモンですね。うん、はい、うちね、最近ね、ポケットモンスターにちょこちょこハマりだしたね。そうだね。うん、まずはこれだね。うん、Nintendo 3DS 用のソフト、ポケットモンスターアルファサファイア、うん、これをですね、買ったね。うん、これね、Amazon で見たら初回特典がまだ残ってたので、それをですね、そのやつを買いました。これね、これが初回特典みたい。せっかくだからちょっとこれ開けてみようか。はい、これね、原始海洋画が入ってるらしい。うん、ね、ちょっと楽しみだよね。楽しみ。行きましょうか。はい、これ初めて本当開けるからね。おお、こんな感じだ。うん、クリアパーツになってて、こう海からこう飛び出してくる感じになってんだね。ああ、いいよね。ああ、なかなか面白いね。うん、これはだから、海洋画、あ、こうか、こういう感じだ。すごいね、なかなかすごいフィギュアだな。ちょっとね、まだ本当にやり始めたばっかりだから、いまいちね、知識がうちは足りないんだけどね。あとですね、今日エシン君がなんとポケモンセンターに行ったんでしょ。うん、うん、で、それでこのピカチュウのトレッタをもらってきたんだってさ。うん、まあすでにトレッタ2枚あります。そうだね、あのずいぶん前にやったやつがあるね。リザードンと、これなんだっけ、ルカリオ。ルカリオか、そうそうそう。ピカチュウのトレッタちょっと取ってみてください。はい、今回は青いよ。ああ、いいね、かわいいピカチュウ。うん、で、必殺技は雷と電光石火になってる。ああ、そう、ピカチュウらしいね。うん、まあ、デデンネっていうポケモンのね、電光石火っていうのがあるんだよ。なんで知ってんのそれ。まあ、時々ね、XY やってるから。ああ、アニメね。うん、で、今日の本題はですね、こちらなんですね、こちら。うん、このですね、ガチャガチャをやってきました。ね、ポケモンのおやすみフレンズ XY ってやつ。おう、うん、すごいね、見た感じ可愛かったので、3回やってきました。はい、それをですね、今回開けてみたいと思いますね。はい、はい、じゃあ開けていきましょう。はい、はい、今回はね、これはピンクのカプセルでしょ。うん、で、他水色と紫だから、多分ね、違うのが入ってると思うんだ。うん、じゃあいきますよ。はい、黄色っぽい。お、あー、あ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 、これはフォッコ。よしんくん、正解。フォッコだね。うん、フォッコ出ました。これ寝てるんだよ。うん、かわいいね。かわいいね。うん、デスクに置いとける感じだね、これ。置いとける。かわいいね。かわいい、うん、意外と。はい、ラインナップはですね、全部で6種類あるみたいだね。はい、ピカチュウとハリマロンと、はい、フォッコと、はい、ケロマツ、はい、それとデデンネと、はい、ホルビー。ああ、以上の6種類がラインナップされてるみたいだね。うん、はい、では2個目いきましょうか。はい、2個目何が、まあできればやっぱりピカチュウ欲しいかなって感じだね。そうだよね。はい、じゃあいきますよ。はい、1個目。はい、あ、ケロマツ。ケロマツだ。あ、いびきの泡が出てる。あ、あ、これもかわいいね。雲で寝てる感じかな。あ、いいね。いいじゃん。はい、はい、最後の1個、はい、紫のカプセル開けましょう。うん、ピカチュウお願いします。あ、これは、あ、これはこれバラバラになっちゃった。ホルビーだ。ホルビーか。うん、あ、なるほど。はい、ということで今回出たのはフォッコとホルビーとケロマツ。はい、この3つでした。はい、ホルビーはさ、これ座ったまま寝てんだね。うん、これはこれで可愛いね。そうだね。で、今回はこのケロマツが一番パパ好きかな。え、だってすごい寝てる感じすんだもん。あ、鼻ちょうちん出てるさ。うん、えちゃんどれがいい。フォッコ、ホルビー。フォッコとケロマツかな。あー、そっか、残念でした、ピカチュウ出なくて。うん、うん、ということでですね、今回はポケモンにちょっとハマりつつあるという動画でございましたね。はい、それと、アルファサファイア始めたっていうのと、あとトレッタ、うん、ちょこっとずつやってるっていうのと、あとはガチャガチャのポケモンおやすみフレンズ XY、はい、うん、これを3つ開けてみましたね。はい、うん、あとそうだ、アプリのポケトル、はい、あれもやってんだよパパ。あ、うん、なかなか面白いね。うん、うん、またね、これからもポケモンの商品ちょこちょこ紹介していくかもしれないですけど、はい、はい、まあ、楽しんでいきましょう。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。